はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。ネット物販の根幹、本筋っていうのは、やはり商品をリサーチして買い付けて販売するってことです。要するに一番最初の商品リサーチの部分で立ち止まってしまうと、その後のネット物販の活動、セラー活動っていうのがうまく進まないと。この商品リサーチをネット物販未経験者の方だとか、初心者の方が始めると、基本的には2パターンに分かれます。1つは超主観的タイプ。 もう一つは超客観的タイプ。別の言い方すれば、超主観的というのは、地雷源を突っ走っていってしまうようなタイプ。超客観的っていうのは、完璧主義になりすぎて、石橋を叩いてぶっ壊してしまうタイプ。自分の変なこだわりを持ったり、思い込みを持ったまま、ガーッと突っ走っていってしまう。例えば、本側の長財布が出したいんだって、思い込んだらもうそれを絶対曲げないで、本側の財布ばっかりリサーチしまくるっていうのも、これって するプラットフォーム例えばアメリカアマゾンだったらアメリカアマゾンでニーズがなかったら全滅になってしまうじゃないですか。だから地雷源をある種有意が独尊で突っ走っていっちゃうタイプっていうのもめちゃめちゃリスキーだし、その真逆、対極に存在しているめちゃめちゃ完璧主義で生真面目で、商品リサーチの最初の最初の段階からちゃんと利益が出て、 かつ、容積重量も問題なくて、商標登録も大丈夫で、販売したらめっちゃ売れてっていう商品を探そうと薬気になってしまって、結果的にいろんなことを考えすぎてしまって、一つの商品を見つけ出すまでにものすごく時間がかかる。そして、リサーチの最初のステップである母数を集める、数を集めるっていう地点で立ち止まってしまうってパターンも、これはこれで問題あるわけですね。ネット物販っていうのは先取りと同じで、まず数を集める、川底の 砂をガサッとすくってその中から金の粒砂金を選別していくっていう作業にかなり似ているわけですよって超主観的に盲目的にガサッと川底の砂を掴んではいこれ売るっていうのもかなり問題があるし初めから川もを覗き込みながらどこが砂金だっていうふうに目を凝らしていてもとりあえずすくった後で細かく選別してみないとよくわからないっていう状況になってしまうのでどちらの立場の人っていうのもネット物販が ううまままくいいいいかないっていうオチになっっててにしまいます今回はその解決策として、折衷案、要するに、悠依が独ソで主観的に進んでしまう人の行動力と、客観的に進もうとしすぎて、石橋を叩いて壊してしまう方の分析力、この二つを兼ね備えた初心者向けのリサーチを紹介します。端的に申し上げれば、主観をきっかけとするんだけれども、客観的な指標もその後大切にする。主観から、 客観へ移っていくリサーチになります。こちら Amazon の画面ご覧ください。まずは主観で進んでいけばいいので、要するに自分が興味あることだとか、関心あることだとか、気になる詳細などがあれば、それをただただ入力していけばいいだけです。ただ、主観で突っ走る人はこの段階をすぐにクリアすることができるんですが、ものすごく客観的なデータ、ある意味優柔不断と言いますか、何を調べればいいかわからないっていう人はこの画面でまず立ち止まってしまうんですね。 それをを打開するるるためにに目のの前にある画面の情報を読み取るっていうとこ,ろから始めますこんなことを言うと難しいように感じるかもしれないですが、ものすごく簡単です。こちらにユニコーンがあって、こちらに恐竜があります。実は、ユニコーンっていうのはアメリカの女の子にものすごく人気があるキャラクターです。そして恐竜っていうのはアメリカの男の子にものすごく人気のあるキャラクターです。このユニコーンもしくはダイナソーっていうキーワードで探し始めてもいいですし、 それも思いつかないよって方はもう一度画面見てみてください。緑色があって、黄色があって、青がある。色い々ろいろな色が当然なんですけれどもありますよね。この中で綺麗だなって思う色をとりあえず選んでみるだけで大丈夫です。インターネット上で緑、種類などで検索していただくとこのような検索結果が出てきますが画像一覧をクリックして見てみましょう。そして自分が綺麗だなと思った色って色の名前とすれば何なのかっていうのも細かく見てみることができます。 でるわけですね、このライムグリーンという色が自分が綺麗だなと思った緑に近かったとします。であれば Amazon にライムグリーンと入力するだけです。その色に関係している色々なカテゴリーの詳細が一気に出てくるわけですね。この中から気になったものをとりあえずクリックしてみる。これだけで構いません。もちろんちょっとしたコツはあるっちゃあります。例えばスニーカーのようにサイズ感がシビアなものは返品率が高いですし、電化製品、電気を使う電源を使う 使うものの中で、乾電池を使って動かすものと USB で給電するもの以外、要するに USB で充電する中に充電池が入っているものや、コンセントに挿して使うものは扱うことができないんですが、この段階でそういった細かいことを考えていると、商品の数を集める、母数を集める、まずは川底の砂をガッと救うという行動が、ものすごく恐る恐るになってしまって先に進みませんので、とにもかくにも気になった商品、自分がなんとなくわかる 知識の中で構いいいいませんんんからどんどんピッックアップしてててくくっていうことを進めてください自分の場合、一人の人が繰り返し繰り返しリピート購入する確率が高い商材っていうのを選ぶ傾向が強いので、今回の場合、こちらの靴下、ソックスをチェックしたいと思います。とりあえず、ここまで調べたら、一商品調べた、ボスを集めたということになるんですが、これって結局、ライムグリーンという主観的なきっかけに基づいて、ただただ進んでいっただけですよね。こっから客観に切り替える必要があります。 どういうことかというと、この検索キーワードではなく、自分が調べたこの商品をお客様が検索するとしたら、どのようなキーワードで検索するかっていうことを、客観的に Amazon のページを参考にしながら見ていくんですね。とはいえ、簡単です。タイトルの一部。 っていうのが、その商品の特徴的なキーワードをそのまま表しているわけなので、この商品であれば、ネオンオーバーザカーフソックスということになります。こちらを検索窓にコピーして、改めて調べ直すわけなんですが、ここで一つ大切なポイントを言い忘れていました。左上ご覧ください。デリバートゥージャパンになっています。日本人がアメリカのアマゾンで検索する場合、自動的に日本の住所になっていることがありますので、こちら、 クリックしていただいて、92111と入れてください。別に92111じゃなくてもいいんですが、とにかくアメリカの ZIP コード、住所を何かしら入れれば OK ということです。アメリカの住所なんてわかんないよって方は、とにかく92111と入れるようにしてください。ここからは客観的なデータを見ていく必要があるので、アメリカで購入をしようとしているお客さんが、この検索キーワードで調べた検索結果上、どういった商品が人気ある かっていうこととが総合評価ででしっかりと並んでいますこのデータっていうのが客観的なデータなんですね。検索キーワードも客観的な実際に自分が調べた商材のメインのキーワードでしたし、この検索結果も当然ながら今までお客さんが購入した履歴やお客さんのレビューに基づいて総合的に人気がある順番で並んでいるっていうことになるわけですね。こののの商品ページの検索結果っていうのは宝物お客様市場 の動向っていうのを如実に反映しているものなのでこの検索キーワードと検索した時の url こちらのページの url っていうのは何かしら excel などに記録しておくと非常に便利ですこの検索結果に目を移しますと例えばものすごくシンプルなものもあれば日本人からしてみるとびっくりするぐらいものすごくド派手な商材もありますよねこれどちらも要するにニーズがあるっていうことなんですよまた一足で売っているものもあればセット販売し しているものもありますよね我々の場合1回の注文でたくさん買っていただいた方が商品のリザヤっていうのは取りやすいっていうことが大にして言えるのでどちらにしろ一足で販売するよりは何かしらの商材を複数個セットにして販売した方がいいかなということになりますかつこの検索結果上シンプルなものの複数個セットかド派手なものの複数個セットかどちらも正解ではあるんですがどちらかを 出すもしくは両方ちょっとだけ手すましてみるっていうのが解決策になりますじゃあここをきっかけに全く別のカテゴリーの商材を調べてみるにはどうすればいいかっていうことについてもコツを教えいたします靴下を調べてたわけですから靴下っていうキーワードを文字で入力したら靴下しか出てきませんよねで靴下ばっかり調べてしまうと靴下だらけの商品リサーチ表になってしまうので別のカテゴリーにもワープしたいんですライムグリーンという色に茶 着目してきてその後ソックスという一般名称に着目したので今度はそれ以外の指標例えば星というデザインが目についたとすれば星スタート入力して調べてみればいいわけです具体的に星のクッションなのか星の服なのかとにかくその後の一般名称というのは抜きにして商品の一般名称以外のキーワードを入れれば星に関連したいろいろな商材が出てくるわけですよね例えばこちら あの星のシールだとかこういった形で自分が一つの商材を調べたらその商材の関連商品を調べることっていうのも大切なんですがその商材とは違うカテゴリーの商品を調べたければ柄とかデザインとか素材とかあとはその商品を使用するシーンですねキッチンだとかリビングルームだとか旅行だとかキャンプだとかそういったキーワードで調べてみるとすぐにいろいろなカテゴリーの商品にワープすること ができますのでバラエティ豊かな商材リサーチができます今回の動画参考になったという方は高評価チャンネル登録いただければ幸甚です最後までご清聴くださりありがとうございました